トンガタプ島はトンガ王国の本島であり、島内に首都のヌクアルファがある政治の中心で、国王も在住している。トンガの南部諸島に位置し、国内で最も人口密度の高い島でもあり、2006年の人口は7万1260人で、これは国内の70.5%を占める。面積は259平方キロメートルで、日本で言えば、 四古丹島や徳之島、沖諸島の道後島に近い。島には、トンガの初期及び、ヨーロッパ人の虎来後の、数多くの歴史的地区がある。象徴的なものの一つが王宮であり、首都のウォーターフロントに位置し、以前は、国王の住居であったが、現国王、ジョージツポー五世が即位してからは、王太後を払イバルマターホが居住している。商業及び輸送の拠点である。 トンガタプ島は国内の他の島よりも経済の成長が早く、他島からの多く転居者を引きつけている。島は1643年1月20日にオランダ人のアベルタスマンによって発見された。バタビアのオランダ東インド会社に委託され、彼はヒームスケクとゼーハエンの名前の2隻の船を率いていた。探検の目的は知られていない南方及び、 東方の海図を作成し、南太平洋及びインド洋を通過して、より早く地理に至る可能な航路を発見することであった。バタビアを1642年8月14日に出航した。タスマンはこの島をエイジラントアムステルダムと名付けた。現在、この名は歴史海外には使用されていない。ありがとうございます。